緊急の立ち入り検査が行われているのは、糸魚川市青海にある化学メーカー、デンカの青海工場です。この工場では、今月16日に製造プラントの一部が燃える火事があり、今月19日にも工場敷地内の排水口にたまったガスに引火したとみられる火事が起きています。いずれも火は従業員が消し止めましたが、今月19日の火事では、作業をしていた70代男性が髪を焦がす軽いけがをしました。糸魚川消防本部によりますと、今日は消防職員11人が電化の施設担当者の立ち会いのもと、施設内の消防用設備に不備がないかなど防火管理体制を確認したということです。立ち入り検査は明日も行われる予定です。